岡城跡に来ました。すっごい岩のところに上に建てたのね。これ誰が築城したの？これ岡城は文治元年1185年、大野郡緒方荘の武将緒方三郎惟吉が源頼朝と仲たがいをしていた弟義経を迎えるため築城したと伝えられています。最強の石垣と呼ばれるの？どっちから行くんじゃ？こっちからか。あ、見えてきました。ちょっと石垣が、最強の石垣が見えてきました。ほう、すごいな。大手門、この大手門すごいね。大手門のこの石垣は、この石はどこから持ってきたんでしょうね。綺麗に積み方が綺麗だな。大手門は城の正面に位置する門で、本来は大手門を大手門と言います。大手とは敵を追い詰める方向にあるという意味で、籠城の時敵を正面に追い詰めて戦闘を集中させる目的があります。ああ、また出てきました。ここでも伊勢津藩主藤堂高虎の意見によって、大手門が東側に設けられていたのを西向きに変えたと伝えられています。だって必ず出てくるな、藤堂高虎。ほんと築城の名手だね。大手門を過ぎて、この空間っていいな。ああ、いいね。家老屋敷跡。城代屋敷跡。うわ、崩れる。これなんとなし、ほんと土が弱そうな感じのだね。そうな、あ、ここ石垣がもう壊れてるわ。なんか結構脆そうな土だね。ポロポロポロっとした。ほんとの山の中に建てたんだね。すごい。うん、怖。ここが西中仕切り跡。ここから狭くなるんだ。おはようございます。せめて矢倉跡の1個ぐらいは残ってる？残ってない。残ってない。1個もそういうものが残ってない。石垣しか残ってないんだ。もったいないな。太鼓矢倉跡。三の丸跡。この周りの城壁作るだけでもすごいよ。この石垣がすごいね。本当角がきれいにピシッと収まってます。積み方がまた綺麗じゃん。とても綺麗。石の積み方が。うわ、本当だ。すごいな、ここの富士。この富士なんかすごいな。花がもういっぱい。ぶどうの房のように下がっとる。これは辛い色。あ、でも井戸でも大きな井戸だね。でもこんな大きな井戸は珍しい。これ
はこっちが滝連太郎像だって。滝連太郎さんは少年時代を武田で過ごし、荒れ果てた丘城に登って遊んだ印象が深かったとされ、それに基づいて中学校の唱歌とされる荒城の月を作曲して発表したんだ。二の丸跡。中央に御殿を配し、お玄関を入ると台所まで大広間が続き、地形に沿うように作られています、うん、おーすごいね。ここが本丸跡に来ました。景色のいいところに建てましたね。実際に今もお城が建ってたらすごい、それは立派でしょうね。これはこんだけの敷地があったらでかいお城だよ。ここめちゃでかいよ。これは時間かかるわ。全部見ようと思ったら本当。家老屋敷跡。西の丸周辺に存在する3つの家老屋敷の一つだって。まかない型跡。どこからこんだけの石を切り出してきたんでしょう。これ立ってたら結構大きな城だよね。中川角左衛門屋敷跡。結構広いお屋敷だね。さすが家老のお家だけあって。あ、浮石だこれ。かなり大きなお屋敷だね、これは。さすが家老職ですね。あ、ここだと全体が見えるじゃん。広い広い。地下土門跡。西側の廓として侍屋敷が整備されました。西側の城郭の縁には守りを固めるために6箇所の櫓を配置し、地下土門を設置しています。
中川民部屋敷跡。西の丸周辺は中川秀成の入部時の整備により武家屋敷等の配置がなされ、守りを固めるために6つの櫓場が設置されました。中川民部屋敷も当時は西の丸周辺を守るための櫓の一つでした。西の丸御門前。大吉くんが見えました。大吉くん、あれ阿蘇山か。これは茶色い山がさ、ずっと見えとったの。うん、あれ阿蘇山か。あれは阿蘇山でしたか。西の丸、西の丸跡。やっぱり所要時間1時間半かかるんだ。これだけ広けりゃかかるかもね。私たちは2時間かかってます。2時間ついて。もうそんな時間。名残惜しI'm not afraid to die.